いつもね、ハンマヨ先生がね、注文してる、グルメショップ、住吉さんね、黒毛和牛なんかも安くて 200g 1680円とかね、でサービスね、ユーリブのロースとかいうのもね、2910円とかね、売り切れですね、うん、お正月になっちゃったから。これなんかもね、すごいサービス、オーストラリア産のなんとアメリカ産のね、牛すじなんか ね2キロ1680円、安いですからね、これすごく。もう売り切れちゃったですね。ハンマヨ先生100キロぐらい買うんですよ。いろんなところから買うんだけど、ここが一番ね、頼みやすくて、こんな風にね、もう無数にありまして、牛肉から見ましょうかね。ここは一般購入場所で業務用でも買えるんですよ。でこの辺ね、何がいいかっていうとね、これは牛タン先っていうかね、最高だね。私が買ってるのはいつもの、結構美味しいですよね。できるね。うん。黒毛和牛のね。国産黒毛和牛はね、切り落としになったらものすごくサービスで安いでいいんですよね。300g980円、こう霜降りがいいやつですね。よく買ってます。ここから100キロぐらいは買ってますね。で次に行きましょうか。200g を5パックにして1キロね、1キロで2300円ね、いうのを切り落としってやつ。
これパックになってて非常に便利だよね。これなんかね、パック。1キロね。ああ、ね、今私がね韓国産のねやつ牛ひき肉を買ってありますけど、6キロほど買ったんですね。こことは違うところでちょっと買いましたけど、あれはねアマゾンで買いました。冷凍ひき肉ね。シャクシャなんか最高ですね。ちょっと足の向きをちょっとマッサージします。ちょっとね足マッサージしながら、成長よいしょ、気持ちいい。この在庫切れちゃったね。送料ね、たくさん買うとタダなんですね。これ安いね。売り切れちゃったけどね。スイはね、あの牛丼作ったりするときに使うんですね。これ霜降りの最高、ね、100g 1300円とこれなんか最高ですよ。で黒毛和牛のサーロインステーキをね、100g ね、1200円、これ最高だね。もう本当にね、運ぶの大掛かりでね、味方で買うでしょう。私今度1頭ぐらい買おうかなって、冷凍庫ないんで大きいの用意してね、こっちね、あの太平洋側にねクジラがよく南北するんですね。クジラ解体100キロぐらい、100トンぐらいありますから、冷凍庫入んないね。クジラ100トンぐらい、ね、冷凍庫入らない、座用するんですよ。座用するんで返せない時に食っちゃうんですね。
解体してくるんですね。で100トンぐらいあるんで食い切れないクジラ100トンだよな。冷凍庫ないんですよね、そんな大きいのは。関西コギだね。これ全部牛肉ね。クロノザー切れちゃったね。で馬肉、豚肉、鶏肉、鶏肉なんかちょっと見てみましょうかね。鶏肉はね、これはすごくいいんですね。これガラ買ってね、ラーメン作るのが美味しいですね。今2キロ2250円。これは1キロ、これは何だ、2キロだ。たくさんあってね、一つこれは丸々ね、これなんか丸々ですね。通常こちらの肉だね、もうね。次行くんですか。うん、ニンニクね、まあいっぱいありますわね。あ、鶏肉ね、鶏肉でした。何がいいか、あれってなんだろう。こんな感じだね。うん、豚肉。豚肉もいっぱいあるね。どれもだけどね。うん。今お腹いっぱい。100キロぐらい買うから肉は。ここから買うんですよ、100キロ。あ、こんな感じね。馬肉もね、刺身がいいんだよ、こういうのね。美味しいんだな、これはな。馬刺し。馬刺しで食べられるやつなんですよね、これなんかね。100グラム500円ぐらいだから。馬刺し。ね。こんな風にいろいろあるね。ラムちゃんはいいかな、羊。ね。骨付きラム5本300グラム、これこの355、1.5キロだね。最高だよね、これね。
さあ、またで晩になるから、僕はあの、大豆も鶏肉食べてます。今余ってるけどね、食べかけある。あと焼き鳥物これ簡単でね。これまとめて買うんですね、50本。僕、焼き鳥はね、これ買ったことないの。簡単でしょ。これ一式買ったらもう平気。パーって開けますよ。もう10万ぐらい買ったらもう食い、50人ぐらい食えるよ。50人ぐらい、100人ぐらいパーって入れるよ。10万ぐらい買うだけでね。こういうの焼き鳥だったらね。あと炭火買ってね、やればいいんだよ、庭でね。もう最高ですよ、これ。新鮮だしね、ここのはね、仕入れだから。魚介部って何やるの？エビね。エビとカキか。エビとカキね。エビとカキはね、煮物だね。生は食えないね。あ、ここあるわ。生だけ。あ、大根切れだな。あ、今入れたな。スイーツも買ったんだな。これなんだ。ウナシフライドチキンとかね、こういうのはナゲットと同じようなのね、まあ、チキンそういうのランクだね。ベーコンなんかも結構いいよな。なんかもこれね、買うといいんだな。佐賀牛、あ、松坂牛なんかもうね、ハンバーグなんて248円だから250円ぐらいね。でね、これいいのはね、送料がね、こうなんですよ。2万円以上買えばね、ただ、私ここだからね、ただですよ。1万円以上だったのかね、半額。ただ14キロ以上になるとね、絶対です。3月こうなんてよ、ね、ということですね。ホルモン、その他って何でしょうね。あ、タレ類だね。スイーツ
こんな感じでしょね。クリームチーズケーキとかね、ブラケーキとか、これ結構ね、簡単だね。260円、250円ぐらいかな。ね。スイーツはあった。これさっき見たっけ。チキンナゲットね。これはもう、これさえ買っとけばもうパーティーは簡単ってやつ。うん。ね、簡単だね。ね、かなちょ。で、南部ヨピンクホルモン。まあそんなことですね。半間山先生の肉の仕入れ場所でした。いつもここで肉を大量に買ってます。どうもありがとうございました。